はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数とその性質丸3をお送りします。で、対数がこれで3本目です。で、今回ね、新しい公式として定の変換公式をやっていきます。で、問題は3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、定の変換公式なので、定を、まあ、変換、変える公式ね。で、前の動画とかでは、定がこう揃ってる。足し算だったら、進数をかけれるよとか、引き算だったら割れるよみたいなのやったんですけど、そもそも、定を変えちゃおうぜっていうのが定の変換公式です。で、定はいくつでも OK です。ただし、もともと A は負にならないし、1にならないから、それ以外の数字にはなれますか、となりますけど、で、例えば何でもいいんだけど、ごめん、じゃあどうしようかな。2で選んでみようか。10とかでも構わないんだけど。で、定を変換するときは分数です。で、上にも下にもログがきます。で、まずその下に定の数字を書くでしょ。で、同じ共通ね。例えばこれ2にするんだったら2と2です。で、大事なのはもともと4の32でしょ。その4が下、32が上に来る。ただそれだけです。これが定の変換公式。で、何度も言うけど、ここは負じゃなければ、あと1じゃなければ何でも OK です。で、今回4っていうのが2の2乗だよね。で、32っていうのが2の5乗です。だから前に出てくるよね、肩の数字は。で、出てくると、ちょうど62の2って1なんだよ。で、62の2も1だから、結局残るのが、2分の5になります。で、これ、じゃあ62じゃなきゃダメなのかって話なんだけど、ダメじゃないです。例えば、これが60、60だとしても、2が出てくるでしょ？上は5が出てくるでしょ？で、62、62が残っちゃうんだけど、約分すれば消えるから、どうせ。だから結局答えは2分の5になります。これちゃんとね、大事なのはこの変換の仕方だけ覚えてください。で、よく使うからね、これもね。で、次2番が、まあ、2つねありますけど、で、これはですね、ごめんね、まあ、両方とも変換してもいいんだけど、これ実はちょっと先読みをするとこっちだけ変換でいけます。で、なんでかちょっとやりますね。ログ3の5、これ駒残します。ログ3の5かける。で、こっちを、これがログ3だから、その時は合わせましょう、ちゃんと。なぜなら、約分とか狙えるから。で、狙っていくと、ログ3。で、下ももちろんログ3です。で、さっきもやったように、5の81なんで、5で81になると。で、そうすると、消えるんだよね、ここが綺麗に。ぴったり同じだからね。だから残るのがログ3の81にだけ、だけになります。で、これまだ右いけそうだね。そうすると、ログ3の81っていうのは3の4乗です。ね、83の4乗。だから肩の4が出てくる。で、ログ3の3は1と同じだから、結局、答えとして残るのは4だけですよって。ね、こんな感じで使っていってください。で、最後です。ね、めんどくさそうなのが出てきましたけど。で、こういうタイプの問題も基本的には、定を一つに揃えます。全部。で、どれに揃えるか、もうね、10とかに全部しちゃいなっていう先生もいるんですけど、俺は一番低い数字の定を採用することが多くて、例えばこれ、ログ3、9、2、4だから2を使います。2今合わせるっていう感じでやることが多いんですけど、ちょっと今回もそれでいくね。じゃあ全部書いて、この3つか、書いていこうかね。ちょっと大変ですけど、まずここからいきます。で、ログ2に揃えるので、もういくよ、早速ね。ログ2、3分の、ログ2、2になるね、上は。変換公式使うと。でも、ログ2、2って1だから、こうなります。で、ちなみに、これ多分教科書の公式とかで、こことここ、定と進数を逆にすると、こういうふうに分数にできるよ、みたいな。例えば、
ログ94だったらログ49分の1にできます。これもそう、ログ9の2分の1にできる。ひっくり返すんだったら分の1すればいいよっていうのはあるんだけど、結局まあやってること同じなんで、あんま俺それ言わないですよね。で次がこれ、ログ29分のログ24で、本当はこれもこれも直せます、形がちょっと。で直せるんだったらそこで直しちゃった方がいい。今ちょっと説明上もう一行ちゃんと書くんで、今書いてますけど、みんなが解くときは頭の中で処理できるものは処理しちゃう。だってちょっと口で言うと、これ9が3の2乗なんで2が前に出てくるんです。2ログ2の3とかで、ログ2の4も2の2乗なんで2が出てきて、ログ2、2が消えて、結局2しか残らないみたいなふうにできるんだけど、ちょっと説明書全部書きますね今回は。でここはログ2揃ってるんで、これもね出せるんですけど、ちょっとこのままいきます。まずはで次が変換公式で、ログ2、4分のログ2、3と、まず変換公式書いただけね。でこれをじゃあきれいにしていきましょう。まずここ、これ書いておくか。これ何もできないので、ログ2の3分の1プラス、さっきも言ったように3の2乗です。9が2が出てきます。2ログ2の3、これ消えないからね、ログ2の3残してください。で分のログ2、4が2の2乗です。で2が出てきて、ログ2の2は消えるから2しか残らない。でしかもこう約分できるから実は消えるんだよね、こうやってね。だからログ2、3分の1、こっちも同じだね、が残ると。で閉じてこっちで、これも9が3の2乗です。肩の2が出てきます。だから2ログ2、3でプラスログ2の4、さっきやってる2です。ここは2分のログ2、3となる。でまとめていきましょう。ちょっとこっち行こうか。ここちょっとややこしく見えるんですけど、分数で考えると分母共通なんだよね。ログ2、3分の1足すログ2、3分の1だから、これ分母が同じなので分数の足し算で考えればログ2、3分の2になります。なぜならじゃあ x とか置き換えようか。 x 分の1足す x 分の1って x 分の2でしょ。そんな感じ、分母同じやから分子の1と1を足してこうなります。こっち側の括弧ね、こっちがこうなる。でここ一応かけるなんで、かけるこっちの括弧、こっちはログ2、3、ログ2、3が共通です。だから2とこっちは2分の1だよね。2プラス2分の1なので2分の5ログ2、3になります、こっちの括弧で。これも一応 x って置き換えて考えてみると、こっちが 2x です。下入るかな、入ってるね。 2x プラス2分の x をやってる感じ。ちょ、係数の2足す2分の1して2分の 5x になるじゃん。それと同じ発想でやってください。ログもそうやって計算できるからね。でこれやっていくと、こことここ約分できます。これこう考えていいからね、分数でここ約分できて、2と2も約分ができる。つまり残るのは5だけになります。これが答えね。でこの変換公式に関してはこう変換した方が楽だったよってパターンがよくあります。そう、でも最善の道をパッて見つける力って結構難しいので、慣れるまでは個人的には定が一番低いやつに合わせるといいかなとは思う。でも学校の先生がね違うやり方、例えば10にも合わせなさい全部みたいないう人もいるので、まあ、一番自分のやりやすいやり方でぜひやってみてください。基本的に答えは導けるので面倒くささは変わりますけどね。いいかな。では今回は高校数学数2の対数とその性質丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でもう一丁丸4ですね。で
そこではちょっとここまで取り上げてないタイプの問題を取り上げていきます。新しい公式とかは出てこないんですが、よく出てくるもの2つね取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。